そうですね、非常に拮抗した相手でしたので、お互いチャンスがあって、決めるところは向こうが決めてこっちは決めなかったっていうゲームだったなと思います。マイボールにした時の、相手の切り替えの速さっていうところで簡単に失ったりとか、局面で負けたりとかっていうところをつけ込まれたかなと思います。勝たないといけない試合でこういう結果になってしまったのは本当にチーム自体も力不足だと思いますし、個人的にも決める場面だったりアシストを確実に決めるところで浮かしてしまったり細かいミスがこういう結果につながってしまった試合だったかなと思います。自分たちがあと1試合で優勝するという気持ちを前面に出すことと、あとはチームのためにサポーター応援してくれる全ての皆さんのために走り続けることが本当にその気持ちで負けないことが一番大事なのかなと思いますので、この1週間本当気持ちの面も技術の面もいい準備してあと1週間後の最後の試合しっかりと臨んで勝利して終わりたいと思います。